えー、この健康のシリーズ少し重たいものが続きまして前回の反送もそうですしそれから、えー、治療数とそれから遺伝病患者数なんかもですねあんまり深刻な問題すぎてまあちょっと疲れた感じがありましてまあ1回か2回気楽な健康の果てをやりたいと思うんですが最初はテレビですね。まあ、テレビがですね視聴率を上げるために えー、ここまあ20年ぐらいですね猛烈な勢いでまあこれはまあ政府におもねるっていう点もあったでしょうね NHK なんかが最初の頃はもうメタボメタボと騒ぎましてねそれでもう大特集を何回も打ちましたしかし今ものは全くやってません、まあ、それはまあその指導が欠陥があったっていうことなんですがもう少し 頭使って考えてから放送してくれよというふうに言いたくなってしまうわけですがそ,のそれからまああの有名な事件としてはまあ事件に属しますが非常に人気のあったミノモンタさんですね朝の番組じゃなくて昼をやってる頃なんですけどもこんにゃくが体にいいということをまあ彼が言われたとミノモンタさん自身は非常にきちっとした方で悪くないんですねただそれはあのキャスターですからね え別にあの学者じゃありませんからまあ局の計画通りに言われたんだと思うんですがこんにゃくが体にというんで翌日はからもうこんにゃくがスーパーに姿を消したというですね非常にこう有名な話があってそれを今度聞いた各局がですね私の経験では一回えココナッツミルクのコーナーをやるというんで。 私はもちろんそこで出演してする予定でしたから、まあ、学者ですからね一応専門と、まあ、完全に一致はしてないんですが、えー、論文を取り寄せてココナッツオイルと人体の関係っていう論文をずっと見たらですね、まあ、比較的危険なんですよね。ですからまあ本当にココナッツオイルが人体に対して危険かどうか分かりませんがそのコーナーをやってそれでいいよいいよというにはちょっとやりすぎだと。 いうことでテレビ局と交渉しましたがやろうとうと言んですねで私がもしもココナッツオイルが人体に悪い影響があるんであればそれはやっぱり視聴者のを裏切ることになるんじゃないかと言って、まあ、最後まで抵抗しましたしかし、えー、流行ってるからやるんだと、まあ、いうことで、まあ、その後しばらくやって私そこのところを、えー、クビになったんですけど、まあ、非常に納得できるっていう感じですね。現在では テレビで放送する内容はですね実はプロデューサーとかディレクターとかその下で働いてる制作会社の人なんかで,ですねまあ30歳から40歳ぐらいのほとんど何の知識もない人がネットとか週刊誌から引っ張ってきていや決めるわけですよそれはもう絶対に譲らないんです専門家がそこに出てる専門家は何と言おうと譲らないんですよお前らそんなこと知らねえんじゃないかって顔してねっていうかねむしろね その出ている専門家を辞めさせるのも辞めさせないのも彼らが決めるから俺たちがあの態度は隠吟ぶれなんですけど態度はでかいんですよ実は内容はですね鼻で聞いてんですよ僕なんか言ってもですねちょっとそれおかしいんじゃないですかってやめた方がいいんじゃないですかっても鼻で笑ってるんですよで強行しちゃうんですよねだからダメなんですよそれでところがテレビ局側にどういう理屈があるかってあるんですよね。 流行ってるっていうのはね、誰かが流行らせたわけですよ。悪徳の人もいるんですよね。例えば、業者とか簡単に言えば、利権を取れる人とか、例えば血圧を下げるなんていうのは、高圧剤メーカーなんですね。ところが、テレビは高圧剤メーカー、薬品メーカーからものすごいスポンサーリーをもらってますから。だからもうちょこちょこっと裏から言われるとですね、それに従わざるを得ないんですよね。力関係で。だからもう、どんなに病人をうんと作ろうが、 えー、とにかくもう長いものにはまかれるというのがこれがまず一つあるんですねそれから、えー、っと政府とか学会が言っているというのがあるんですこの政府とか学会が言っているってややこしいんですよまずですね学会っていうのはですね真面目に働いていてる医者の団体でではないんです学会で議論していることは真面目なんですよ医学会で議論していることは真面目なんですが政策とかそういうふうになりますとね いかがわしい医者がやむほど出てくるんですよもう医療にあんまり興味ないけど自分の出世とか金儲けに興味あるって人が、まあ、本当にそこで出てくるんですよね。でしたがって国民の病気なんかそこで駄目になっちゃうわけです。それから政府っこのこあ厚生労働省をはじめとしたえー、危機間統計の間違いっていうのがありますが必ず意図的なんですね。 何かの施策をやるために国民をコントロールするためのものなんですよ。したがって私は一回そういう経験があるんですね。超有名私立大学の大学院から白紙論文の審査をしててくれとこう言ってきたわけですねでその白紙論文をの審査の原稿が送られてきましたからそれを見ましたらですね白紙論文なのに実にですね8割ぐらいは引用論文が政府刊行物なんですよ。僕はその先生にに丁寧にね いやいや、その論文の内容は立派かもしれませんが、ちょっと審査が私はしたくないと。なぜならば、引用論文が政府刊行物ではね、それは結論が間違えますと。それは方向性を持っている学術論文ではないですからね。だからまあ、そういうことが一つあります。それからもう一つは、あの、多くの人が納得することを言うっていう感じがあるんですよ。で、これはですね、 食品ででででももも病気でも何でもあるんですねつまり例えばみんなが血圧が高いとよくないと思ってったら血圧を下げようという放送をするだからタバコは健康に悪いっていうことになってるとタバコは健康に悪いという放送をするつまりそのある方向をどん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 確定させる方向の放送をするんですね。それの有名なのが戦争の前の朝新聞の報道ですね。 朝日新聞は戦争の前は国民が戦争しようっていうのには賛成したんですよだから戦争しろ戦争しろとまあひどい時には戦争に反対するやつは朝日新聞が叩きのめしてやるなんてことすら言ってるんですねところが戦争に負けるとみんなが戦争するのはまずかったまずかったというようになるわけですよそしたら朝日新聞は突然戦争とはなんてことだ平和を守らなきゃって言い出すわけですねこれは、まあ 朝日新聞っていうのはあれ新聞の名前付いてるだけで情報操作会社だって僕言ってるわけですが結局朝日新聞の態度っていうのは基本的には日本のマスコミの態度でもあるんですね事実を報道するとかしっかり調べて報道するとかそういうことじゃなくてみんながそう思ってることをやるってことですだからマスコミがいる限りはですねみんながわーっと一方向に行っちゃうことがあるんですね例えば小池さんの希望の塔なんかもそうでしたね まああの豊洲の問題の処理の仕方なんかを見てると小池さんとはどういう人かよくわかるんだけど持ち上げ始めるとみんなが持ち上げますから錯覚するで今度希望の党でも今度駄目になるといっぺんにダメになるあの鳩山さんの民主党の時もそうでしたね民主党が当選するまで、まあ、9月か10月の選挙でしたよ マスコミは一斉に民主党素晴らしい鳩山さん素晴らしいって言ってきたんですよ当選してから2,3ヶ月経って <laughs> 様子がおかしくなるともう叩きに叩くわけですよ何の情報として何の意味もないんですねみんなの感情を高ぶらせるだけなんですねでまあそういう中に我々が今生活していてかつその やっぱり日本人はいいんですよ。あの優れてるんですけど医師と医者とねテレビを信用するんですよ。で医者お前医者でもないのにって言われることあるんですけど私なんか。健康を守るってことは医者とは関係ないですからね。医者は病気を治すのは非常にいいですよ。治すんじゃなくて病気を診断する。これはもうものすごく立派なんですよ。病気を診断するのが医者の役目。治せるのは 抗生物質とワクチンと外科手術ぐらいなんですが、まあ、治療はなかなか難しいんですねですからお医者さんは診断をするんだっていうポジションに下がってもらってそしてテレビなんかに出てきて健康を守るとかタバコを吸うな,なんていうことは絶対言っちゃいけないんですねだけど肺炎になった人を治,な人治せないかな、まあ、抗生物質が聞けば 抗生物質はあの大丈夫ですからねだけど抗生物質は本当は薬屋で売ってて僕らが飲んだっていいんですけどね別にそんなの医者が処方しなくてもいいんだけど今のところお医者さんで治せるのはワクチンと抗生物質と外科手術ですからだからまあ利権を守るために抗生物質を市販してないんですけどね、まあ、だけどこれもだんだんみんながよく理解してくればいいんじゃないかいずれにしてもテレビっていうのは全く信用できないってことは確かなんで。 それはそれでやっぱり我々が自分の健康家族の健康を守るために知ってなきゃいけないじゃないかと思います。